今朝は関東から九州で広範囲霧が発生して見通しが悪くなっています。いただいておりますウェザーリポート、広島県尾道市です。霧が濃く周りの島々が見えませんといただいております。かなり濃い霧が発生しておりますね。そして皆様からいただいております霧に関するご報告をマップで見ていきますと、うっすらという緑色の地域からもやもや、そして真っ白で、ほぼ見えないというご報告が多くなっております。そして6時現在ですね、関東から西の広い範囲には濃霧注意報が発表されております。特に朝のうちは視界が悪い状況が続きそうですので、お車の運転をする際は十分にご注意ください。霧が解消するまでは見通しの悪化に注意が必要です。詳しいお天気や気温の状況はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。